奥の方も取るようにいたしました。結果爪の上、皮膚のところですね、先ほどちょっと機械もかけましたけど、こういったところの細かいところもね取ってまいります。そして小指のところ、ここもね、押し上げましたけれども結構取れるんですよね。まだちょっと爪の表面にしっかりとくっついてる状態ですのでね、こういったニッパーで軽く当ててあげると、まあ取れてくるような感じなんですけれども、すごくこうちっちゃい部分ですけれどもね、結構ね見ていただくと取り除けるものがあるんですよね。足の爪ってね、もちろんご自分でも切れるわけなんですけれどもね、ご自分でできることをこういったネイルサロンに行ってやってもらいたいっていうふうに思うってことは、やはり自分でできない細かな部分も丁寧にきれいにしていただきたいっていうのがあると思いますので、その辺をすごく気をつけながらねさせていただいております。もうご出産がね近いので、なんかいろんなお話をさせていただきましたけどね、なんか楽しくなるっていうか、まあ、ドキドキはするんですけれど、こうね、もう本当にこういいお顔ですよね、いい笑顔でね、一番嬉しい時ですものね。なのでこう幸せの共有っていうんでしょうかね、なんかそういう時間がねやっぱりすごく楽しいお時間ですよね。ブライダルもそうですけれども、まあ、本当に妊婦さんのねお手入れっていうのは嬉しい時間ですね。角のところをちょっと丁寧にねこちらの指もしてまいります。ペディキュアを人にやっていただくっていうのはねすごくね気持ちがいい時間ですよね。私する方もすごく好きなんですけどね、していただくのもすごくね好きですね。できたら頻繁に行きたいですかね。さて、そして足の爪、親指なんかが多いんですけれどもね、角質ですね。こんな風にね結構中に入ってる場合があるんですね。でこれをこのままにしておきますとちょっと匂いの原因になったりですとかいたしますので、こういったところもお取りしていきます。そして必要に応じてなんですがね、親指のところってね結構うっかり無駄毛ってあるんですよね。なので必要であればかけさせていただきます。こちらのお客様ねもうなかったんでほとんどかけてはいなかったんですけれどもね。はい、で足の裏なんですが、いつもねコーンカッター結構使うんですが、こちらのお客様も全体が少し、角質がある感じでしたので、全体をトータルで取らせていただいたような仕上がりでございます。いかがでしょうか。とにかく短くカットして角質がすっきりして、そしてクリームでマッサージ、トリートメントしてっていうのはねやっぱりすごく気持ちがいいですよね。ご来店いただきましてありがとうございました。また最後までご視聴いただきましてありがとうございました。